始まりました。ブルドッチャンネル。ハロー。さすけです。あこぎくん。ハンター。そして、アス。はい、カノです。カノックスターです。よっしゃよっしゃ。来ました。カノックスター。初めて動画ではカノックスターって自分で言いましたよ。なんで言ってくれたんですか逆に。わかんない。なんか出ちゃったんですよね。でもすごい不安そうに2回言ったよ。そう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 。はい、カノです。カノックスターです。僕その名前恥ずかしくて。カノックスターはダサいなと。ない最初なんかデスの方がちょっと動画のデスっていうのがあれがいい。何回もリピートしてる。あ、本当ですか。何言ってんだろうって。何言ってんのかなたどり着いたのがデスというわけでカノックスターさんに来てもらいました。いや、お願いします。俺の前にカノックスターさんの動画を撮ったんですよ。もうね、ちょっと距離もね、縮まってるんで。カノチンだもんね。そうですね。ワイワイこの企画を用意しました。こちらではウーバーイーツで2万円分激辛料理食べきろーでございます。カノチンといえばやっぱりウーバーイーツ韓国料理激辛料理2万円。2万円だけは全然ピンとこなかったけど、すいませんでした。なので今日ね、それを用意したんですよ。でこれ全部ウーバーイーツのもので頼みました。で全部韓国料理食べきるってだけなんで、なのでもう好きに食べてください。なるほどね。ただそれだけ。それで企画は大体なんか食べるだけじゃなくて毎回なんか組み合わせてるじゃないですか。そう、今日はもう違うんす。なんで違うか分かります？分かんないです。普通にトークしたいなと思って。なるほどね。すごい。そうなんだね。あ、すごい。全員分いいですか？オーラといえば僕みたいな。おこがましいですけども。すごい。オーラを飲みながらね、食べるっていうのは全然ありだから。お太りセットみたいな。お太りセットといえば。言えばだよ。いやいや、失礼になっちゃう。失礼になっちゃう。いや、もうそんなこと考えてるしね。あ、じゃあおデブちゃんで。一気に一気にしちゃうよ。縮まるっていうか、越してったよ。確かに。次どうぞ。何好き？中だったら僕、今日のメインなんですけど、海苔っす。海苔が好きなの、この中で。唯一これで辛くないから。確かに。これ大好きです。なんかビビンバ的な。一応だから紹介しようか。激辛タコ。チャプチェ。はい。しげ鍋、あ、キムチチヂミ、トッポギ、キムチ、おえキムチ、海苔、メイ、ミンツ、ビンバ、キンパ、唐揚げ、ヤンニョムチキン的なやつだよね。あー、そうそう、唐揚げで。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うまっ。うまっ。え、プリットチャンネルのこと知ってました？もちろんですね。本当ですか？ありがたい。逆に俺の僕のこと知ってたんですか？いや、もちろん。どの YouTuber よりも先に知ったぐらいよ。え？それレベル。それレベルですか？やっぱね、俺ね、いつも思うんだけど、サムネにインパクトありすぎて、見ちゃうよね。あれ、サムネめっちゃ撮ってるんですよ。何回も。いや、なんか動画ずっと回してるんですけど、5分と。5分間ずっとこうやってるの。そうですね。で、いいところを角度気にしながら。そうなんだ。どんぐらい力込めてる感じするもん。そうなんですよ。伝わってますか、それ。伝わってる。いや、嬉しいな、それ、本当に。だって、綺麗。綺麗ですか？なんか綺麗ですよね。照明3つ焚いてるんですよ。あ、大事。うん、全然食べてください。食べます。パンダさんダルビーなんだから。一人だけなんで、ペヤング食べてない。結構あれですもんね、お腹に来てますもんね。まあそうだよね。これ美味しいな。めちゃめちゃ美味しいですよ。やっぱ韓国料理好きなんですか？韓国料理好きなんですけど、僕全然食べないんですよ。ええ食べないの？食べてるイメージしかないよ。なんか普段です、普段。ああ、動画で食べちゃうからなんかもう満足しちゃって。あ、そうなんだ。もういいやみたいな。普段も質素な感じ。何食べてるんですか？お吸い物とか。ああ、お吸い物。最近サラダめっちゃ食べてますよ。サラダすなんか好きなんですよね、サラダ。サラダいいっすよ。俺も食べてる。見た目で食べてないと思ってる。食べてる。サラダいいっすよ。いや、食べてんだよ。サラダの良さも気づいてる。あ、気づいてますか、やっぱり。プリットチャンネルなら出かけんって言われてるから。あ、出かけん食べないからサラダとか。確かに出かけんともね、コラボ。あ、そうっすね、そうっすね。でもうちのこと知ってもらえたの嬉しいよ。うん、この企画いいなみたいなのありました？24時間系ね。となんか僕も正直やってみたいなって。でもこれはちょっとやるって言っちゃうと超過酷になっちゃうんで。サラダ本当に大変だよ。あれ本気でやってんすか？本気でやってる。やば。ここで本気じゃないですか？確かに確かに。でもあの裏があって、結局ゲームの準備とかもしなきゃいけないから、なんだかんだ1時間経っちゃうの早いし、買い物も行ったりとかするから。なんなら24時間以上やってる。あ、やばくて。そうだよね。スタッフゼロでやってますんで。やば。そう、全部自分たちやってるから。じゃあやりたくないです。言っといた方がいいな。言っといた方がいいな。全然出かけない。いや、誰が出かけんだよ。違うですね。箸止めないで、箸止めないでしょ。全然コーラ飲まないけど。コーラも、確かに僕のお友達コーラって。え、お決まり？ちょっとやりたいな。いい？あ、待ってください。
なんもないっす。いいっすか。僕の父親、カメラ。なんでなんで。でも自信なかったらすごい早かった。これゲップするってるよ、これラジオ。そうですね。出た。すごいね。出ました。すごい長い。長い。そうか。あ、これ糸だけなんですね。糸ってやらない。でけえ。失礼します。え、すげえ食うなおい。着地めっちゃ好きなの。もうないから。一家族分ぐらい食べてます。満足感高いです。いやまだ全然序盤ですよ。出身愛知だっけ。出身愛知です。愛知なんかね、ご飯美味しいしね。僕なんかすごい他の県に引っ越して、うん、嫌だなと思ったことが、うん、味噌ないんですよ。味噌ばっかもね、うん、マヨネーズみたいな感じで味噌かける用のなんか味噌だれみたい。お店にってこと。家にです。家にずっと常備してるんです。どこの家庭も。はい。おそらく。知らなかった。何でマウントそれ。いや結構合わないです。合わねんか。全然予想外。なんで向いてんだ。だから1年経っても全然。いやね。じゃあいいじゃん。もう。寂しい。とんかつとか。それは合うんだ。全然食べないんで正直。いいじゃん。でも安心感というかそれがあるっていう。カノックスターチャンネルを見ているときに思ってるのが、あれ帰国子女なのかなって思うのよ。なんかもともと日本語下手って言われるんです。英語は勉強してたんですけど、ずっと。じゃあ英語はちょっとできるのと日本語がもともと下手っていうのが混ざって混ざって帰国子女っぽくなってるんです。そうですね。なんか海外の YouTuber っぽい。なんか、うん、え、本当ですか。リズムとか分かる分かる分かる、はい、デザインみたいなのね、うん、あーなんか結構参考にしてるっていうの。あ、やっぱそうあるんだ。え、誰好きなの。ケイシー・ナイスタっていう人。あー、カメラ。あ、そう、サングラスかけてる。ああ、あの、千万人ぐらい。あ、そう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 。あの人大好きで。あ、わかる。タンクトップ着てるよね。うん、合ってるかな。それ坊主でしょ。ヒゲ生えてるでしょ。坊主の時もあるっていうか。あ、まあ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 。タンクトップで坊主でヒゲ生えてるって言ったらクロちゃんみたいな。クロちゃんの。え、クロちゃんじゃないの。違うよ。クロチャンネルじゃないから。白チャンネルの。色のこと言って。一目ないから。厳しい厳しい。2万円あるんだよ。いやいや。結構食ってる。結構食べてるね。何年ぐらいですか。こちらは3年ぐらい。だって僕1年半ぐらい。すごいよね、1年半で。すごいよ、1年半で。ねえ、奇跡ですね、奇跡。いや、本当にね、これで甘んじることなくね、僕も思ってた。確かにそうですね。こうやってパッてなっちゃうかもしれないです。怖いね、それがね。言わないですから、ほんとに。甘んじることなく。仲いいからこそですよ。俺らも気をつけなきゃいけないから、これはもちろん。調子に乗ってる方はでもいいっちゃいいからね。あ、確かに。調子に乗れるときに乗っとかないと。いつ乗れるんだったら。そうそうそう。動画の勢いだと。そうそうそう。変わっちゃったよね。あの子なんかチャンネル登録が増えてからって言われるぐらいやんないと。俺めっちゃ言われますけどね。え、どれ。コメント欄とかで最初とキャラ全然違うじゃない。実際見たら全然違うんですよ。え、どういうキャラだったの。最初はもう普通の男子大学生で、今みたいにえーってかなんか何も言ってない。えーっていうのが調子に乗ってると思われるの。確かに。そのぐらい良くない。視聴者とも打ち解けてるみたいなことだよね。あ、そうですね。なんか心開いてる。心開いてる。僕みんなの味方なんで。ちょっとパクらしまおう。これでも言ってるの。みんながリーダーです。みんながリーダーです。みんながプレッシャーのリーダーです。あー、すげえ。考え方でしょ。そうですね。考え方がもう結構なかったらしい。え、なんか僕も意外と結構もう半分ぐらいになってますよ。僕もって言ったよ。今度は二口ぐらい食べてないでしょ。すげーカットされてんじゃん、ここまで。汁物全然食べてないですよ。いや、この辺やばいよ。パンダ、これ持ってきなくちゃ。こったわ。朝食みたいに見えます。お味噌汁みたいな。でかすぎでしょ、味噌汁。タコちゃん食べよう。このまま持ってきな。さっきからこのまま行かせるじゃん。そう。めっちゃ辛い。嘘だよ。本当だよ。それやっちゃったらペヤング辛くなかったみたいになっちゃう。ペヤングの方が辛い。ペヤングってなんだ。下がバカだし。辛いだけやってきました。え、ペヤング。ペヤング、やばー、決まった。大丈夫、トイレ行く。いいよいいよ。ちょっと辛い、やばい。消化する時にもう一回来るって言ってこのタイミング来ちゃった。これ走って出していた。詳しくは向こうのチャンネルで。そうですね。え、じゃあもうちょいしたら俺来るよ。やだ。やっと帰ってきました。そうですね。ちゃんとアイドルなんで。アイドル。お花摘んできました。そうですね。あとは本当5分の1なんで、もうだいぶよ。ほんと約15分ぐらい困ってたと思うんだけど。確かに。だってなんか帰ってきたらあれ完食しちゃったって思って。言うても唐揚げ食べてないですよ。食べなよ。食べなよっていうか食べてよ。食
べ終わりましたよ。おお、俺もすごい食べ終わった。なんかさ、サムネさ、ちょっとこうペロってやってるすごい。ああ、あれは あえてわざとやってる。進歩だよみたいな。あ、なんかあれはめっちゃ前にあれを一回やって、うん、このサムネいいじゃんってなったんですよ。うん、なんかペロって可愛いみたいな。ちょっと可愛いに味しめちゃって。いやあ、すごい、そんなの。で、まあ、僕、まあ、なんか、ね、下ベロって出すのがめっちゃ癖なんですよ、まず。なんかなんかあったらこうやって。ああ、ええ、ああって、なんか何の時に出たのそれ。え、なんかやっちゃうんだよ、やばいよ、なかなかなんベロ出すだけじゃなかったよ、白目向いてるベロって言っちゃうんだ。それをなんかちょっと抑えめにして、うん、ベロみたいな。それをサムネでやると可愛いみたいなにコメントくる。最近来ないです。じゃあ足んないんじゃない、ベロは。ベロが本気のベロはもう、うん、今のは可愛いになんないよ。なんないですか、うん、それぐらい求めてます。そうそうそう、今まで可愛いって言った人は一回やったことあるんですけど、うん、めちゃめちゃ滑ったんですよ。え、食べ物やり始めて1年ぐらい1年経ってないっすね。無人島でさ、肉これ食うとさ伸びそう。めちゃめちゃ伸びそうだよ、ね、こうやって焼いてってやつ。家が多いけど、家じゃないところでもやったらなんか映えそうだよ。無人島行こうか、うん、じゃ あ、じゃあデカキンさん連れて行きます。いや、誰がデカキンだよ。デカキンじゃないから。あー、やってるやってるやってる、全然書くない。デブックスター。いや、誰がデブックスター。そうっすね、そうっすね。はい、食い終わり。あ、じゃあ韓国のに食べて終わりですもん。トッポギ、これ2本食べたらもう、はい、終了です。オッケー、はい、2万円分終了。すげえ、すげえ食ったな。あの、やっぱカノックスターのね、裏話も聞けたんで。こんな喋ったことないですね、そんな裏的な。ありがてえ、いいの。多いですよ。で、最後のね、1個だけ、なんか裏話聞いて終わりで。まだまだ話だいぶもらったよ。だっていつにコラボで入れたか分かんないですよ。あー、まあ、一個だけ最後に、はいはい、もらっても、あの、自分の住所は、うん、言っちゃダメだよ。それはさすが止めるわ。そんなこと言わんちゃう。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、普段でまたまたいつかコラボできるように。いや、本当にお願いします。お願いします。お願いします。こちらからお願いしたいです。いやいや、本当ですよ。カラックスさんの動画は概要欄に載ってますので、よかったら見てください。はい、お願いします。はい、それではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね、さよなら。ペットボトルで気を作って手がつく。私が買ってきたのはおいしいで唐突に食べた。言われたわないよ。食べた気しないですね、これ。確かにね、確かに。